はい、こんにちは、116インズです。さあ今回は世界中にファンが80億人ほどいるマリナーズについて話していきますが、昨年12月頭にブルワーズからコルテモンを獲得してからというもの、目立った動きがなかったマリナーズ。ウィンターミーティング以降 FA 市場が活発に動いた中で、マリナーズはただただ大物 FA 選手を見逃す日々。いつになったら動き出すのかずっと待っていたんですが、気がつけばコンオフ FA 選手に支払った契約総額が全30球団中最も少なくなるなど、本当にこれが2年連続90勝して昨年21年ぶりにプレーオフ進出したチームのオフなのかとも思ったものですし、現地のマリナーズファン含めチームの消極的な姿勢には批判の声も上がっていた印象です。ディポトさんはチーム作りの信念としてトレードや選手育成を重要視している方なので、 FA に積極的でないのはまあ仕方ないにしても、チームの穴がまだ残っている中でウォン以降トレードにも動かなかったのは少々驚きでした。新年早々ディポトさんが地元のラジオに出演した際には、トレード市場の遅さに当惑している旨のコメントを出すなど、ディポトさんとしてもコンオフの市場の動きは少し予想外の部分もあったようですね。ただようやくマリナーズもまた動き出しました。昨日マリナーズはホワイトソックスから FA となっていた外野手 AJ ポロックと1年契約に合意したと報道。年俸は700万ドルということで、これはディポトさんがマリナーズの編成トップになってから FA の野手に与えた額としては最高額となりますね。まあ、700万ドルで最高額というのは信じられないですけどね。マリナーズはかねてより右打ちの外野手獲得を目指していると言われていて、その中でポロック以外ではアンドリュー・マカッチェなどの名前も上がっていましたが、左投手に滅法強いポロックを最終的には選んだと。マリナーズではジェレット・ケルニックやテイラー・トラメル、先日ダイヤモンドバックスから獲得したクーパー・ハメル、また今季中のどこかで一度は MLB に上がってくるであろうケイド・マーローら左打ちの選手たちとレフトでプラトン起用となることが予想され、そういった選手たちと組ませる上でも左投手を得意としているポロックは適任なのかなとは思います。ということでようやく待ちに待った外野補強、まあものすごく大きな補強ではないにしても補強が来ました。ポロックという選手のプロフィールを簡単に確認しておきましょう。今季35歳のシーズンを迎える右打ちのベテラン外野手で、ダイヤモンドバックス時代は怪我の多さが難点ではあったものの、オールラウンドな活躍を見せてキャリアイヤーとなった2015年はオールスター選出、ベースボールレファレンス算出のウィンザーボリプレイスメントで 6.9 を叩き出すなど、非常にハイレベルな活躍を見せたこともある選手ですね。その後移籍したドジャースでは贅沢なロールプレイヤーとして活躍した印象で、彼が得意としている左投手相手を中心にバッティング面でインパクトを残していたイメージも個人的にはあります。昨年開幕前にクレイグ・キンブレルとのトレードでホワイトソックスへ移籍し、引き続きの活躍に期待がかかりましたが、ただ昨年は138試合で打率2割4分5厘、OPS 6割8分1厘、ウィンザーボリプレイスメントはわずかに 0.4 と不振、右投手を全く打てなくなってしまったのがシーズン全体の成績に響いてしまった感じですかね。1300万ドルのプレイヤーオプションがあったため、それを行使してホワイトソックス残留を選ぶかと思っていましたが、予想に反して FA を選択し、今回マリナーズとの契約に至りました。ホワイトソックスで結果は残せなかったポロック、しかしマリナーズでやってほしいことは非常にシンプルです。とにかく左投手を打ってほしい、これだけやってくれれば最低限 OK です。ポロックはキャリアを通して左投手を得意としており、通算の対左の OPS が8割6分8厘、全く成績が振るわなかった昨年でも9割3分5厘と左投手相手の強さは健在。昨年の対左の平均打球初速も 91.1 マイルと MLB でも上位に部類するほど強い打球を打てていますので、衰えの面で35歳という年齢は気になるものの、左投手はまだまだ打ってくれるんじゃないのかなと。ポロックが左投手相手に機能してさえくれれば、ケルニックやトラメルなど不利なマッチアップから守ることができますので、そこは最低限やってほしいですね。今季のマリナーズは例年以上に左右を重視した打線を組むと思われますし、特にディラン・ムーアのセカンド起用が増えるともされていますので、ムーアを外野で使う機会が減る分、右の外野手としてのポロックの役割は結構重要です。あとはまあ希望ですけれども、昨年よりかはもう少し右投手打てたら嬉しいですし、また一応まだセンターうまくはないにしても守れるようなので、たまに不良に休みを与える存在になってくれたら最高ですが、最低限は左キラー、ここさえやってくれればまずは補強としては成功です。またチームの補強戦略としてこのタイミングでポロックを連れてきたということは、かねてより噂が出ているパイレーツのブライアン・レイノルズ獲得からは一時撤退を意味するかもしれません。レイノルズがパイレーツに対してトレード要求したのは記憶に新しいところですが、ただパイレーツ側は現段階では積極的に彼のトレードを模索しているわけではなく、チーム側に残り3年保有権が残るレイノルズに対する見返りの要求は依然として非常に高いとされています。マリナーズもものすごく無理をすればレイノルズ獲得に必要なパッケージは用意できるかもしれませんが、それでも他球団を上回るオファーになるかは怪しく、今の段階ではポロックに落ち着いたのは妥当な判断だとは思っています。
レイノルズがパイレーツに残る前提ではありますが、残りの保有権が短くなり、必然的に彼の価値が多少は下がる夏のトレードデッドラインや、あるいは次のオフにもう一度再チャレンジする展開はあるかもしれませんが、現段階でトレードをまとめる可能性は低くなったかもしれませんね。個人的にもレイノルズが加われば大幅なアップグレードにつながるとは思いつつ、まだケルニックを諦める段階でもないと思いますし、ケルニックのブレイクを待ちながら彼とプラトン起用できるベテラン外野手、ポロックを獲得してきたのはありだと思っています。もうね、ほんとケルニック頼みます。そしてポロック獲得ともう一つ、昨日はマリナーズに動きがありまして、ブルワーズとのトレードでリリーフピッチャーのジャスティン・トーパーを獲得しています。トーパーは MLB 通算17試合にしかまだ登板していない31歳で、その31歳獲得にマリナーズは昨年シングル A でブレイクし、リーグの最優秀投手にも選ばれた22歳の先発投手ジョセフ・ヘルナンデスを放出。トーパーはマイナーリーグオプションを2つ残しているため、ブルペンのデプスを確保する動きにしても、31歳で大した実績もない選手に22歳の売り出し中の若手を差し出す、一見すると不可解なトレードでありますし、マリナーズファンの間でもヘルナンデスを惜しむ声は結構見かける印象ですが、マリナーズがトーパーをそれだけ気に入る理由も確かにあります。トーパーは確かにまだ目立った実績はないんですが、投げているボール自体は超がつくほどの一級品の素材なんですよね。特にシンカーが素晴らしく、平均で90マイル台後半を記録しつつ、ボールがとにかく動く。昨年少ないサンプルながら、シンカーの縦方向の変化が平均よりも 20% 大きく、横方向の変化が平均よりも 11% 大きいと。この球速でこの変化量っていうのは結構チート級のボールを持ってるんですよね。これに加えてシンカーとちょうど回転軸が真逆のスイーパータイプのスライダーもあり、こちらはまだそこまで有効な球種ではないんですけれども、なかなか面白いボールもあると。マリナーズとしては改造のしがいがあると考えているのか、特にスライダーの改良に関しては近年結果を出しているチームでありますので、スライダーの精度をもう少し向上させて、お化けシンカーと組み合わせれば、それこそヤンキースのクレイ・ホームズみたいなピッチャーになれると考えているのかもしれません。ヘルナンデスは惜しいものの、トーパがホームズ級になるんだったら確かに美味しい話ではあります。もっともトーパはかなり怪我の多い選手でもあって、特に肘の問題を抱えてきていますので、健康でいられるかが大きな焦点とはなってきそうですかね。チームの期待通りブレイクすることに期待しましょう。ということで、大きな動きではないにしても1日に2つも補強の話が出てきて、ちょっとテンション上がりました。ディポトさんはウォン獲得の後にあと1人か2人打者を加えたいと話していましたので、もしかしたらもう1人くらいバッター加える可能性は残しているかもしれませんし、なんならこのオフまず起きるだろうと思われていたクリス・フレクセンのトレードが未だに成立していませんので、先発の FA 市場も目立った選手があらかたいなくなった中で、そちらのトレードもまとめるのか。早いものでスプリングトレーニング開始まであと1ヶ月ほど、大幅な強化は難しいにしても、可能な限りチームを強くする方向で引き続き動いてほしいですね。マリナーズの今後の動きはどうなるでしょうか。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。